どうも、ねずっちです。大相撲御嶽海がね、3度目の優勝を果たしました。これで直近の勝利数合計が33勝ということで、これは大関昇進の条件満たしてるんですね。だから大関昇進かなり有力なんじゃないかなって思いますね。まあ御嶽海ね、もう3回目の優勝ですからね。これもし大関になったとしたらですね、東洋大学初のね、快挙なんですよ。我が母校東洋大ですよ。頑張ってもらいたいですね。この先4回目5回目の優勝を目指してほしいですね。4回目5回目優勝するために何が大事か、これ日頃からね、チョベリバとかですね、ガビーンとかね、よっこいしょういちとかね、そういったことを使わなきゃいけないらしいですよ。そう、四五回ってね、忘れてください、今のはね。まあ御嶽海といったら、僕はもう横綱の器だと思うんですよ。横綱になるためには何が大事か、これ意外なんですね。喫煙することらしいですよ。言ってましたよ、スモーキングだって。これも忘れてくださいね。今日は忘れてほしいことばっかですけどね。しかし、昨日の優勝、お母様も喜んでましたね。お母様のお名前なんて言いましたっけね。あれだ、あそこに坊主頭の子がいるよっていうね、マルガリータって。ねずっちです。ではまた。